はい、じゃあ定例の会見を行います。今日私の方からはお配りしたブラックバイトを学生ブラックバイトから学生生活を守ろうという、政策提案をいたしましたので、まずこれから発表したいと思います。違法無法な働かせ方を学生に強いるブラックバイトが広がっていることが社会問題になっています。かつて学生のバイトといえば あくまで正規雇用の補助として、低賃金だけども責任は軽くテスト前には休むことができて、バイト先も比較的自由に選べると、そういうものが当たり前でした。ところがですね、現在は低賃金低処遇にもかかわらず正社員並みの過度な責任やノルマが課せられる例が多くあります。テスト期間なのにシフトに入ってくれとか、あるいはその塾の講師などの場合は授業の準備や授業後の報告書作りが賃金に加算されていない、あるいは辞めたくても辞めさせてもらえない、などのですね、実態が広く横行しております。で、なんでこんなブラックバイトがここまで広がったのかと、2つ原因があるというふうに私たちは見ております。第一は非正規の雇用が非常に増えたと。かつて正社員が行っていた仕事をですね、アルバイトなど非正規に肩代わりさせることが横行しているということが一つあると思います。特に学生バイトの場合は飲食店、コンビニ、アパレル関係、大手学習塾などチェーン展開している職場で働いているわけですが、そういう業種はですね、多くの場合店舗に正社員が一人しかいない、あるいは正社員が何店舗かを掛け持ちしているということで、どうしてもアルバイトに責任が重くのしかかってくるという状況がある。これが一つで、二つ目に学生の皆さんの生活実態が、ここのところ非常に深刻になっているという問題があります。東京の私大教連の調べではですね、首都圏の私立大学に通う学生の家庭からの仕送りは94年12万4900円だったのが、2013年月8万9000円に激減しているという問題があります。一方でにもかかわらず奨学金は全部貸与制で有利子制ということで、これ卒業後にですね、なかなか返還できるのかということで、奨学金諦めるか、あるいは借りるのを抑制しているという中でですね、アルバイトに従事せざるを得ないと、また不満があってもこのアルバイトを辞めるわけにいかないという状況があるというのが2つ目の原因だと思います。そういうことを踏まえてブラックバイト問題の解決のために、難点が呼びかけました。一つは国の労働行政が学生バイトであっても適正な労働環境にしていく責任があるということ、同時にブラックバイトというのが学生の未熟さ、労働雇用のルールへの知識の乏しさにつけ込んだ違法脱法行為で成り立っておりますので、社会的な世論運動で包囲することが最も有効な反撃になるということで、私たちはいくつかの点を提起させていただきました。一つは学生の皆さんにですね、学びつながり声を上げることを呼びかける、そして大学教職員労働雇用問題に取り組んでいる皆さん、それから地域の商工団体の皆さんにも力を合わせることを呼びかけるということで、その中の一つとしてですね、学生バイトにも全ての労働法が適用される、違法な働かせ方をやめようということを強調しております。シフトの一方的な変更しか許されない、サービス残業など脱法違法行為をやめさせる、それからアルバイトでも有給休暇が取れるなど権利をきちっと保障させていくということであります。から大学としてですね、ブラックバイトから学生を守る取り組みをきちっとやる必要があるということで、と言いますのはこれ学生の問題だけではなくて、まともにですね、学業に従事できない、ゼミやサークルに参加できない、大学教育ひいては日本の未来にとっても重大な問題としてですね、大学としてブラックバイトから学生を守るための相談窓口の設置などを提起しております。最後に根本的な解決としては、やはり学生がこれほどアルバイトに追われなくてもお金の心配なしに、大学で学べ、希望を持って大学を巣立っていける、そういう社会を作る必要があると思いますので、高すぎる学費の軽減を提起するとともにですね、
人間らしく働けるルールの確立をということも提案をしております。その中身についてはそこに書いてある通りであります。でこのブラックバイトから学生生活を守ろうというこの提案をもってですね、大いに学生の皆さんの中に、呼びかけていきたい、この文章をもとにしたきれいなリーフレットを作って、半分は学生にもこういう権利がある、こういう働かせ方は学生バイトであっても違法だという情報提供をうんとやりつつですね、私たちがこの問題をどう見てどう解決しようとしているのかということも知らせていく、そういうリーフレットを作ってですね、全国の大学の中であるいは学生の皆さんに提起をしていきたいというふうに思っております。ブラック企業規制と合わせてブラックバイトをなくそうと、学生生活を守ろうという点で日本共産党は大きな運動を起こしていきたいということであります。以上です。それでは皆さんの方からご質問があればどうぞ。このリーフレットはいつぐらい、もう今可及的速やかに今日確認しましたので作って、でき次第、宣伝対話に使っていきたいと思います。はい、別件に、はい、どうぞ。自由通信の方ですが、はい、週末ですね、シンガポールで安全保障のシャングリラ会合が開かれまして、はい、安倍総理も参加してるんですけども、はい、それに対してその、中国軍のですね、副参謀総長からその、日本 の, その首脳の発言を挑発的とかですね、まだその直接的に言うアメリカの方がマシだとかですね、かなりもう対立批判を、かなり中国の方から強まってるんですが、はい、こういう状況についてちょっとご認識でいますか、見解を。アジアの安全保障会議でいろいろな発言があったというのは承知しておりますけれども、やはりこの地域、特に北東アジアにはですね、さまざまな紛争と緊張の火種が存在することは確かにあるわけですから、問題はその解決をどうするかと。私たちは何よりも大切なのは道理に立った外交交渉による解決、平和的解決に徹するべきだということを主張してきましたが、これはやはり一番大事だと思っています。その立場から1月の党大会で、この地域内の平和のルールを定めた北東アジア規模の平和協力条約を締結するなどを内容とする北東アジア平和協力構想を提唱しましたけども、そういう方向でですね、紛争の平和的解決という方向で、お互いに努力できるように引き続き働きかけを強めたいというふうに思います。よろしいですか。はい、先週のことなんですけれども、参議院の選挙制度ですけれども、今回、各党は案を出して、中間党としても案をまとめられているという形でやっておりますけれども、この案の決定に至った背景と、今後、各党から調整進むと思いますけれども、どういう対応で規制で進まれますか。はい、私たちはもともとですね、今回の選挙制度、参議院のですね、改革の根幹は一票の格差是正であって、議員定数を削減しないで格差是正を実現することが基本だという立場で、主張してきました。それからもう一点はですね、選挙制度を考える上で最も重要なことは多様な民意を議席に正確に反映させること、鏡のように民意を議席に反映させることが大事だと、そのためには比例代表中心の選挙制度にすべきだということを主張してきました。で、具体的には今度我が党として、2010年に西岡武雄当時参議院議長が示した定数削減なしの比例代表制による是正案、これを
叩き台にしながら各党間の合意を図っていくべきだと提案をしたわけですが、5月30日、まあ、いろいろな議論がありましたが、脇座長がですね、現行定数に基づいて議論をするというふうにまとめられたというのは私たち の提起した方向と合致するので、そこは一つ大事かなというふうに思っております。まあ、今後とも先ほど言った2点を基本に各党間の合意が図られるように主張していきたいと思っております。金なんですけども、分け合いの評価というのはどういうふうに主張でしたか。まあ、定数を削減しないという点ではですね、私たち の定期の方向と同じ部分があると思いますが、合区案がね、かなりたくさん出るという点ではいろいろ意見も出てますので、そこはやはりよく検討する必要があるなというふうに思ってます。よろしいですか。はい、では終わります。はい、ありがとうございました。